加さんです。今回の動画は児童相談所職員が知っていなければならない法律について解説していきたいと思います。児童相談所職員というのは非正規アルバイトも含んで司法公務員です。司法公務員、その児童相談所が管轄される自治体の公務員扱いです。アルバイトでも非正規でも司法公務員です。それは忘れないでください。この司法公務員というのは当然こういった法律に縛られます。憲法、地方自治法、地方公務員法、行政手続法、個人情報保護法、児童福祉法、こういったものに縛られます。憲法は、まあ、これ公務員を縛ってますよね。国民全体の奉仕者、国民主権で国民をご主人とする、公務員は国民のしもべであるということが憲法で規定されています。そして地方自治法はその自治体、つまり児童相談所管轄の、自治体、千葉県であれば千葉県、そういったところを縛っているのが地方自治法、そしてその地方公務員を縛っているのが地方公務員法。でさらに公務員が国民に対して何かをさせる、させない、そういったものを指示を出す方法は行政手続き法というところに定められております。それを用いなければ何かをさせたりさせなかったりできないわけですよ。刑法193条にはこういった、公務員の職権乱用罪というものがあります。2年以下の懲役または禁錮に処すとあります。懲役刑と禁錮刑の違い、お分かりでしょうか？わからない方は刑法犯罪についてしっかり学んでください。そして個人情報保護法というのはこれ保護者や子供を守るために用いるものであって、児童相談所の職員、こういった対応を隠蔽する目的ではありません。したがって個別案件にはお答えできませんと言って、一般的な内容まで話さないのはこれ完全に個人情報保護条例とかそういったものに違反するような言動になります。鈴木雅友、新潟大学教授は千葉県のこの隠蔽体質、これ悪質な隠蔽と取られても仕方がないと公言されました。それほど千葉県のこの個人情報保護条例の悪用が甚だしいという状況にあります。こういった個人情報保護条例の悪用、これはあくまでも個人情報にあたるところ、保護者や子どもの特定につながるような個人情報、それを乱れに出してはならないわけであって、公務員の対応を話さなくてもいい、外部に出さなくてもいいということではありません。こういった間違った法解釈がはびこっています。それが、問題なんですけども、今回最も重要な法律として解説していきたいのはこの児童福祉法です。児童福祉法は1947年に成立しました。この1947年、上のあたりには戦災孤児らが、悪さを働いておりまして、 GHQ による命令で戦災孤児を強制収容する目的でできました。この問題点、子どもの権利を無視して物のように扱う、まるで保健所の野犬狩りのように子供を収容していったと、施設に収容していったと、そういった背景がある法律です。そういった内容の中、2016年に改正された、これが重要なターニングポイントになります。ここが理解できていないと違法行為の温床になってしまう。ここが理解できていない管理職が多いんですよ。何しろ2016年ですから。管理職らの年齢考えてください。この2016年改正法の前に仕事してましたよね。したがってこの2016年改正法では違法となるような対応の経験を持っている方が管理職になっているというところが問題点なんですね。
この改正法のポイントを説明していきたいと思います。まず、この養育の優先順位をつけました。家庭養育が最優先される。そして2番目に里親、養子縁組、そして3番目にファミリーホーム、小規模な施設で、4番目というか最終手段として児童養護施設、施設は最後なんです。いろんな施設ありますけども、施設は最後。基本的には家庭に戻すことを考えてください。それがどうしてもダメであれば里親や養子縁組を検討してください。そういったところもダメであっても、まずはファミリーホーム、里親の拡大版を、活用してくださいということが規定されました。で、この塩崎康久厚生労働大臣がこの、改正の内容にこだわって、大臣による文書指示7回官僚と激論を交わしてできたのがこの2016年改正法なんです。このこだわり、塩崎康久さんは、現在養育里親登録をされました。児童相談所がしっかり里親の、対応をしているか問題点を見極めるといった状況のようです。はい、このさらに塩崎大臣が、取り組んだのは子どもの権利、そして子どもの最善の利益優先、これを盛り込むんだということで、児童福祉法第1条に子どもの権利として子どもの権利の条約の精神にのっとりということで、子どもの権利条約を守るというところをまず入れました。そして第2条に子どもの最善の利益が優先されると、これに反するような内容は認められないと、まあ、これ1条のこの子どもの権利の条約、この内容にも被るんですけども、子どもの最善の利益を優先ということを2条で明記しました。なぜ1条2条が重要かと言いますと、第3条に1条2条は児童福祉の原理と書かれているわけです。法律用語で原理という、文言は非常に強いものでありまして、でさらにこの原理であるから、我が国の子どもに関する全ての法律に優先されるとなっています。これ全ての法律なんで、当然児童福祉法のこの後の条文にも適用されます。つまりこの2016年改正法で上司らが対応してきた児童福祉法第33条に基づく一時保護、これにもこの子どもの最善の利益優先が適用されます。そして後から改正されてできた児童福祉法第33条のこの2ヶ月ごとの一時保護の延長のこの家庭裁判所の申し立て、当然これも、この2016年改正法の子どもの最善の利益優先、されます。当然されます。でさらに、28条の、施設入所の申し立て、あるいは里親委託の申し立て、こういった対応もこの1条2条が優先されるわけですね。こういった対応、1条2条に反してはならないわけですね。こういった順番、本当に検討したのか、そういった内容、家庭裁判所で保護者側がこういった対応をしっかりしていないと言われたら違法になる可能性があるわけですね。上司はこの以前の経験があるんで当たり前だと思っているかもしれませんが、現行法では違法になる可能性があるわけです。こういった違法な対応をしないためにも、しっかり勉強をして頭に入れておかねばなりません。上司らの方が間違っている可能性があるわけです。何しろ法令をしっかり勉強している、地方公務員非常に少ないです。ましてや、こういった地方公務員、児童相談所に来るような職員、どのレベルのランクの方々でしょうか。例えば裁判所の裁判官、検察庁の検察官、警察庁のキャリアのトップ組の方々、どんなレベルですか。司法試験を通った、東京大学法学部とかそういったものを出た、そ
ういったトップクラスの頭の人たちがいますよね。児童相談所に入ってくる人たち、所長になるような人たち、そういったレベルの方々何人いますか？いますか？そんなレベルの方がですよ、法律理解できると思いますか？この改正、大きな改正に頭がついていけると思いますか？ね、そういったところで全国の児童相談所、まともじゃないところが多数あるわけです。児童相談所、地方公務員ですから、この地方公務員のこの地方自治体のトップの方が優秀であれば、それを改善して、改善した内容をしっかり伝えて、変えるということができるんですけども、トップの方が児童相談所に興味がない場合は、めちゃくちゃな状態が放置されるということが多々あります。例えば兵庫県明石市の泉房穂市長は、国が何を言おうが自分の市の市民をしっかり守る、子どもたちを守る、子どもたちへの予算を他の自治体よりも倍以上出すと、もうそれはもうお金を大量に投じて児童相談所も改革しました。この児童福祉法、2016年改正法に基づいたしっかりした子どもの権利を守る内容に独自に変えました。こういったことで、そういったことができるトップがいる自治体はいいんですけども、そういった、方がいない自治体、これは児童相談所の幹部職員らがこういったところについていけない場合は、違法行為を現場職員に強いるということが多々あります。また、違法行為を強いる原因としても、この行政手続き法すら理解できていない、個人情報保護条例、これも最近できたので、こういった昔の対応しかしてこなかった人たちには内容が理解できません。この法律の趣旨が理解できていません。この趣旨、誰を守るのか、公務員を守る法律ではありません。自分たちの不手際を隠蔽することに使うのは明らかな違法行為ですね。そういった内容を、しっかり理解してください。この行政手続き法によらない対応をするということであれば、児童相談所という、優越的地位を悪用して何かを強要する、強要罪、そういった、犯罪を行うリスクが出てきます。この児童相談所職員、対応が違法な行為をすると、その対応した職員個人が刑法犯罪に問われる可能性があるわけです。それは2月28日、河合智則千葉県議会議員が、ヒューマンエラーについて一般質問された例、ぜひご覧になってください。そこで児童相談所の虐待ではない件の保護についても質問しました。ところが加瀬博健康福祉部長はそういった保護に対しての返答を一切しませんでした。事実上の隠蔽答弁でした。つまり千葉県はそういったひどい対応が当たり前のように行われている、能力のない、管理職らが間違った対応を現場職員に強いているという状況があるわけです。ですので、そういった違法な対応をしている情報をお持ちの方は、ぜひともタカさん、このメールアドレスに情報をいただければと思います。秘密は厳守いたします。出しません。個人情報も、どこから得たのか、どこの児童相談所のことなのかも一切出しません。こういった状況があるという話、一般的な話、全国の児童相談所の中でこういった、ひどい対応が行われているという話として情報をいただきたいと思います。内部告発をしてもなかなか変わらないというのは、京都市の内部告発者がなぜか、懲戒処分を受けたという裁判で、京都市負けましたけども、そういった内部告発者すら処罰、見せしめのために処罰するような対応すら
見られているというほど、児童相談所のこの情報隠蔽、あまりにもひどい状況であります。この2016年改正法に尽力した塩崎康久、元厚労大臣、里親登録もしてます。こういった尽力、さらにこの前の2000年の児童虐待防止法、まだ児童虐待のこの法律がない、この戦災孤児収容のこの児童福祉法、このひどい状況を何とかしようと法改正に尽力された一人が、この市川新市長である田中康さんです。こういったひどい状況、田中さんも変えていきます。児童相談所の職員の方々、若い方々、こういった法律をしっかり理解して子供たちを救ってください。悪い上司を駆逐できるように頑張ってください。以上です。親子断絶をぶっ壊す。